その、うんうん、切り替えの時期。なるほど。皆さん、You are special始まります。そうね、はいはい。はい。そうなんですか。使い直りますよ。ありがとうございます。午後には治りますけど、大体。お昼食べたら。お願いします。はい。はい、皆さんおはようございます。ユアスペシャル始まりますので聞いてください。沖縄 FM ギノワンからお送りしております。今日はイエスが生きる希望ですというテーマで、ちょっと若干重かったり軽かったりするかな。でもイエスが希望ですからね。イエス様が希望ですから、生きる希望ですから、イエス様について話します。福音放送です。よろしくお願いします。お、にゃおこさん久しぶりですね。おはようございます。あれですよね、京都ですよね。京都寒いじゃない。沖縄今日何度ぐらいかな。今日寒いけど20度はあるはず。 20度ぐらいじゃないかな。曇ってますが、ねえ京都ね。この間こっちにいた教会の仲間が京都に帰ったんですよ。京都の人でね、はい、元気かな。松岡さんって言うんだけど。さあ、あと30秒で始まります。よろしくお願いします。京都何度ですか。あと10度、10秒ですね。始まります。まなみちゃん、おはようございます。はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。イワスペシャルの時間がやってまいりました。この番組は沖縄 FM 宜野湾からお送りしておりますイエスキリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、良い知らせ、幸せの知らせ、イエスキリスト、十字架にかかった神様イエスキリストを本当に信じると、心に受け入れると人生が変わって、このその何て言うんですかね、生きる希望、生きる希望が与えられて、もう人生が一変します。私、人生が10年前に一変しました。もうその前は死ねばいいのにと思ったけど、もう変わってね、今もね、これ、この歌ね、We Wait って曲ですけどね、私たちはイエスを待っている、ね、私たちはイエス様を待っているっていう歌ですけどね、イエス・キリストが希望ですよ。イエス・キリストを信じると
素晴らしい人生が遅れます、変わります。ね、具体的に人によって違うと思いますけど、ちょっとそんな話を今日もしていきます。はい、今日は、曇りですけどね、沖縄寒いんですけど、肌寒いんだけど、でもこれ何度ぐらいあるの、20度はあるね、21、22度と思いますが、京都のにゃおこさん、ツイキャス、来てくれますね。京都ですからね、寒いでしょうって聞いたら今 4.6 度、あ、でもマイナスじゃないんだね、 4.6 度ってあったかいんじゃない、あ、そうって言ったら怒られる。沖縄で 4.6 度ないからね、沖縄はどんなことがあっても氷点下になることないです。7度ぐらいになったらもう雪が降るとかって、2年前に観測史上初めて宜野湾で、みぞれが降ったっていうことで大騒ぎになってますけど、その時7度ぐらいじゃない、あ、今日明日ぐらいなんかあられが、氷みたいな、あられ、氷が降るのこと、こっちではなんかあられっていうんですけど、ちっちゃい氷が降るんじゃないかって言われておりますが、はい。そして、ディーパーさん、おはようございます。おはようございます。どこの方ですか、聞いてくださいね、どれぐらいの方がね聞いてらっしゃるのか分かりませんが、この放送、ツイキャスの方、それからね、本土の内地の方で聞いてる方、また海外の方も前いらっしゃいましたけど、ね、ぜひどれくらいかな、これクリスチャンの方も聞いていらっしゃってくださって、クリスチャンでない方も、聞いてくださってるかもしれませんが、イエス・キリスト、十字架の、十字架を思い浮かべてください。十字架ありますよね、ネックレスとか、あそこに2000年前にイエスという人が十字架にかかりました。それにとても深い意味が、私のために、あなたのために意味があります。そのことが、そのことを受け入れたら本当に人生が変わりますよ。素晴らしい希望の人生ね、今日は、ちょっとね、自殺についてちょっとねテーマが重いんだけど、それもう本当に、イエス様と絡めて、信仰と絡めて話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。10時56分までです。9度だって寒いね。ディーパーさん初めてですよね。いやー、熊本か、行ったことないんですけどね、地震あって大変でした ね。今も仮設住宅とかで暮らしてる方もいらっしゃるのかな、本当にね。熊本城ってなんか、僕お城とか好きなんで、熊本城ってすごいお城みたいですね。ね、なんか、いや、よろしくお願いいたします。はい、ユアスペシャルをお送りしております。さあ、今日はね、まあさっきも言ったんだけどね、生きる希望、イエス・キリストが生きる希望ですって本当に自分思うんですよ。イエス・キリストを信じて、10年弱、今年10年目ですね。今年の夏でね、イエス様を受け入れて、今年54になるんですけど、イエス・キリストを受け入れたのが44歳の夏でした。本当にまあホームレスになっちゃったんですね、自分は。沖縄でね、沖縄に逃げてきて、もう20代の頃に薬物をやるようになって、仕事もちゃんとやれてた時期もあるし、結婚もして子供もできて、もうなんていうの、30前後の時に、いやー、もうなんだこれ、世の中こんなもんかぐらいね、うまくいってた時期もあったんだけど、そっからもうものすごい勢いでね、転落していって、転落人生、離婚、仕事できない、警察捕まる、精神病院入れられる、もうぐるぐるぎっちょんの、もう本当に死にたくなる、そう、もう自殺願望にも取りつかれてみたいなことがあってですね。で、もう本当に東京いたんですけど、めちゃくちゃのことになって10年ぐらいね、
それでもなんかもうなんか旅行行ったりなんだりね、まあ、旅行が好きでね、海外行ってからあのはちゃめちゃになってまたあの薬やったりして遊びまくるみたいな、まあこう刹那的なですね、うん、まあ自分としてはこの人生ドラマチックにしたいみたいな、まあ、このロマンチストだわけですね。まああのタチが悪いんだけどね、ある意味ね、ロマンチストっていうのは、まあ、あの 死んでも面白ければいいんだみたいなところがあるから、まあ、そういう生き方してたんだけど、何やってもうまくいかなくなって、かといってじゃあのたれ死んだらいいやと思ってものたれ死ねない。ほんで沖縄に42歳の時ですかね、逃げてきたんですね。まあ、あの移住して、まあ、やり直そうっていうようなところがあったんだけど、まあ、とっても甘い考えでね、まあ、それで自分はあの薬物依存症だったんですけど、依存症だとも思ってないし、だから沖縄に来て、まあ、酒でも飲みながら薬をしばらくやめたら、ほとぼり冷めたらまた、東京に戻って同じような生活に戻ればいいやと思ってきたんだけど、とんでもない話でね、もうめちゃくちゃになっちゃって、まあ、またあの人に騙されたり、とにかく沖縄から出られなくなって、ほんで病気も悪化して幻覚幻聴ね、それで、入院したりなんだりして、最後もう住む場所もなくなって、であの助けてくださいって役所に言ったら、周り巡って、紹介されたところが、今いる教会が運営するホームレスの自立支援施設、エデンハウスってところにね入れてもらったんですね、手荷物だけ持って。それが10年前です。10年前の夏、いやーだからもうその時手荷物だけでしょ、幻覚幻聴でしょ、で離婚して子供にも会えない、もう仕事もない、友達もいない、もう怒り恨みの塊、もう最悪でしたね、死にたい願望、それが10年ね、もう54ですからね、10年前は割に最近なんですよ。だからもう本当に不思議なことだと思いますよ。だからそこで私は、教会が運営する施設ですから、十字架が建物の上に立ってて、イエス様に出会ったわけですね。神様に出会って、神様の愛、さっきも言いましたけど、十字架にイエス・キリストが登られた、十字架にかかったのが私のためだったっていうことに自分はその時知ったんですよ、気づいたんですね。そのことから、つまり神様は僕のことを愛している、私の身代わりになって十字架で死ぬほどに私を愛している、今も愛している、良くなってほしいと思っているっていうことを知った時に、心の中で何かが変わったんですよ。それまでの人生と変わっちゃったんですよね、はい、だからそれから、だから僕死にたい願望なくなりましたからね、うん、自殺願望があったんですね、まあ、僕はちょっと自殺願望早いうちからじゃなかったんですがね、30半ばに急に、離婚して子供に会えなくなったりして、でも薬をガンガンやって、あるきっかけで急にね死にたくなったんですね、うん、ちょっとね今日はちょっとその話、そしてやっぱり死んではいけないんですね、死んではいけないんですよ。でもね、あの死んではいけない、じゃあなんで自殺しちゃいけないのって、それはね、あの人間、私たち同士で議論しても答え出ないんですよ。だって死ぬのは自由だろうとかね、なっちゃうんですよ。なぜ死んではいけないのかっていうことをね、また話して、でいけないだけじゃなくて死ぬ必要がなくなるってことですね。その話をね、あのそう、死にたくなくなっちゃうっていうことをね、ぜひね、あの、まあ、こんな言い方であれなんですけど、いろんなね悩み苦しみあると思うんですよね、みんなね。で今ももし聞いてらっしゃる方の中でそういうね、なんか死にたいなとかね、自殺願望があったりとか苦しんでる方いらっしゃったらね、また過去にねそういうことがあった方もあるとかと思うんですけど、周りにねいらっしゃるとかね、うん、ちょっとその話ね、テーマは思うんですけど、ちょっとその辺の話をね したいと思うんですが、なんかね
僕あの東京に行った時はあの出版関係の仕事をして、もともと出版社に勤めて編集者って、あの本を、編集する、まあ、作るで書く人がいて、まあ、ライターさんとか、まあ、そういう、まあ、僕は雑誌の編集者だったんですよね。主にね、あの月刊誌とか、ああいう、ありますね、月刊誌本屋さんにありますよね、コンビニとか、ああいう雑誌の編集者っていう、その社員で、それをあの編集作る、原稿を集めたり人に書いてもらったり、なんか写真を撮ってもらったのを集めてこう本にまとめていく、印刷所に入れて、なんかこう印刷所で出すまでをその管理する、編集するっていう仕事をしてたんですけどね、30半ばまで。あの2年前に、ちょうど2年前の2月にですね、あの僕の施設にあのその頃の上司が訪ねてきたんですよ。で僕はもう東京からあの沖縄に逃げて、あの、まあ、ホームレスになっちゃって、そのままになってるっていうことになったんで、まあ、心配しながら来たんでしょうね。沖縄に旅行に、彼がいらっしゃった時に、たまたま、あ、この辺に僕がいる教会施設があるんじゃないって言って、あの奥さんと一緒に、奥さんも同僚だったんでよく知ってるんですけど、訪ねてきたんですね。17年ぶりくらいに会って、そしたらですね、一昨日、まあ、その方は作家になってるんですけど、その時はあの昔は編集長だったんだけど、20年もうちょっと前かな、はい、で20年ぐらい前に一緒に仕事をしたのが最後で、17年前に会って、ほんで訪ねてきてくれて、一昨日ね本が届いたんですよ。でその人のね、まあ、名前っていうね、これ立花明っていう、これまあペンネームですけど作家なんですよ、物書きさんでね。で 80s ってあの80年代っていう意味ですか、 80s、 ある80年代の物語っていう本をね、出版されて、なんか送ってきたんでね、会ったきりだったから2年前に、なんだろうと思ったら僕のことが書いてある、あの沖縄でホームレスっていうか沖縄に逃げて訪ねて行ったら、なんかあの神様を信じてて、あのなんかこう半分立ち直って、半分っていうかね、立ち直ってな、びっくりしたみたいなことがね書いてあったんで、まあその頃はもう めちゃくちゃになってましたから、彼は僕がめちゃくちゃになって、もう本当にあの薬中になってボロボロになっていく、転落していく様を、まあ、見てますからね、うん、まあちょっとね、その、まあ、彼がその80年代にね、自分がその同じところで働いたり、そのこの立花明さん、僕の元上司ですが、その人がね、あの80年代、自分の80年代の頃の、まあ大人になったちょっと一種の青春時代っていうかね、仕事、いろいろあの人間関係とかそういうことをね、エッセイにしたものが出てて、その中に自分のことが書いてあるんで、ちょっとそのこともね含めてちょっと話ができればと思います。まず1曲聴いてください。この間2週間前にゲスト来てくださいました、神山美沙さんの歌ですね。いや、ようやく書けられますね。聴いてください。ジーザス。はい、リーパーさん、お、熊本城天守閣は平成31年に完成予定。あ、20年後、なんか石垣が崩れたんですよね。この間もね、1週間か2週間ぐらい前に、なんかあの熊本城の話、YouTube で見ましたよ。もう歴史もの好きでね、戦国時代とか。あ、なんかすごいお城なんですよね、ここね。加藤清正が作ったんでしょ。ね、でもね、リパさん。うん、聞いてくださいね。なんか話が僕あちこちしちゃうんで申し訳ないけど、気温 1.9 度、うわー寒いね。そうなんですか。そう、どうですか、ディーパーさん、どうですか、イエスキリストはクリスチャンの方、ぜひちょっと聞いてみてね。あのもしクリスチャンの方だったらイエス様を分かち合い、またそうでなければイエス様の話ちょっと聞いてくださいね。
そう、熊本城目の前で見たいですね。あ、我が家仏教。あ、そうですか。僕の家は曹洞宗でした。親父はね。で、母方が神道だった。うちはね、で子供の頃人のところに預けられて、そこは、日蓮でした。だからね、まさか自分44歳でクリスチャンになるとは思わなかったですね。キリスト教がね、僕一番嫌いだったんですよ。で今ね、あれですよ、伝道師って言って、まあ、ちょっと牧師の、卵みたいなことでやってるんですけど、10年ですよ、信じて。こんな風になるなんて思わなかったな。僕はそう、ホームレスになって今の施設助けられる前は、そうだ、熊本にね、あ、ほんと浄土真宗ね、悪人正気ね、あれいいですね。悪人なおもて往生を説く、あ、善人なおもて往生を説くね、いわんや悪人をや、なんかこれね、聖書のヨハネ伝と関係あるんじゃないかって言われてるんですよ。中国でね、浄土教が生まれた時に、いいですね、なんかシンパシーありますね、浄土真宗は。そう、熊本のお寺にね、最初ね、行こうかなと思ってたんですよ。そしたらね、最終的に寺男になろうと思ったら断られちゃって、それで行くとこなくなってね、役所に助けてって言ったら、最終的に教会が運営するホームレスの施設に連れて行かれたんですね。ああ、じゃあ熊本のお寺に行ってたらあれかね、会ってたかもしれないね。そっか、ディッパさん。僕なんかたまたまね、最近あの人亡くなりましたね、野中博美さんって、自民党の政治家さん。この方なんかちょっと興味があったんで、本を何冊か取り寄せて読んだんですけど、お父さんがとても熱心な浄土真宗の方だったのかな。もうとってもその浄土真宗の中のね、信徒さんだけど本質的な生き方して人のために生きるって、なんかそういう方だったらしいですね。なんかちょっとそういうのを読んだんで、そうですか。はい、岩スペシャルをお送りしております。
まあ、どういうふうに話をしていいのか、ちょっとね、あの自分が20代の頃に、まあ、東京で20代半ばからですね、もうその時にはあの学生時代にインドに行って大麻やったり薬やったり、してたんですね。旅行中にね、22歳の時に、就職するのが嫌になって休学してね。でもでにあの帰ってきて、日本に帰ってきて半年ぐらいね、もうなんか薬覚えちゃって、だけど日本帰ってきたら日本ではやったことないので、まああのやりたかったけど手に入れられなかったんでね、薬やらなかったんですよ何年も。それでまあ大学ちょっとなんか6年ぐらい行って、25歳の時に初めて就職したのがあの出版社だったんですね、飲み屋の紹介で。で、最初の会社3年ぐらい勤めて、転職して入った会社が、この間、上司がね訪ねてきてくれた会社だったんですね。あの誘われて、あの入らないかって言われて入ったと、27歳の時かな。それでまあとてもね、今から思うとすごくあの花形の職場だったみたいで、まあ本がね売れてたんですね。またその時バブル経済の真っ最中でね、まあ、バブルの時に仕事してた人は分かるかもしれないけど、なんかね、まあ、ちょっと頑張ってあの商品とかなんか仕事したらなんかえらい売れちゃったとか、そういう時代だったんですね。でまあ自分が行ったその、 あの編集部、会社の編集部っていうのがなんかやたら本が売れてて、もう売れなかったらあの何お前使えねえなみたいな、そういう世界だったんですよ。ものすごく競争が激しくて、であの売れて当たり前って、売れない本を続けて3冊作ったらもうお前の企画は通らないっていう、そういう不分率があって、で僕はね入ってね、まあ、最初手伝いやってて、まあ、とにかくやなんか出しなさいって言って出したら2冊連続失敗しちゃったんですよ。あの売れなかったわけで、3冊続けて失敗したらもう企画が通らないって、もう自分の好きなあのこういう本作りたいっていうのはもう通らないので、もう人の本の手伝いをするしかないっていう、まあ、ある意味残酷だよね。そういうところに立たされて1年ぐらいで2冊失敗しちゃったんですよ。売れなかったんですよ。で3冊目もうこれ売れなかったら僕はもうこの会社でうだつが上がらないっていうので、何だ何を出したらっていうんで、薬そういえば俺薬やったことあるなって、でその時はもう何年もやってなかったんだけど、薬だったら興味もあるし、あのやりたいし、また出したらあの薬が手に入るようになるかもしれない、で薬の本だったら作れるって出したら、あのベストセラーになっちゃったんですよ。まあここの編集部の本はねすぐベストセラーになるんで、でまあそういうね、今でいう何ていうんですかね、エッジの効いた本っていうんですかね、なんかこうギリギリのタブーを犯すような、あのちょっと過激な本、そういうのをバンバン出してる、なんかヤクザとかねの世界とかね、まあ自分薬の世界でしょ、違法薬物の世界、そういうのを出しの本を出したんですけど、そういうのをなんかどんどん出して、まあ、それで人気があったんですね。シリーズで月1冊とか2冊、出してて、これ今でも続いてますよ。今もなんかシリーズがなんか3000冊目とかそんなのって出してますね、でそれの最初のなんか100番台ぐらいの100何番、僕薬の本確かね173番、気持ちいい薬っていう本をね28歳の時出したんですよ。それでそれがすごい売れて、もちろんまたなんかあの仕事仲間から薬が入るようになってっていうことを経験してね、で本が売れるっていうことはもう社内でものすごくもてはやされるっていうかね、売れてなんぼの世界なのでね、そういうことがあったんですね、でまた薬が入るようになったもんだから、自分仕事しながら薬やるでしょ。でまあ薬の本出すってことはなんかカミングアウトしてるようなもんですよね、薬物の本出してね、周りからね、や薬やってんだなんて言われて、いや僕はやってないですとか言って、おかしいよね、やってるに決まってんだろうみたいな、まあ本当にバカだなと思うんですけど、
そういうことがあってね。そう、それでちょっとね、この間そのことがね、ちょっと、元上司の人が書いてくださってて、それを、書きましょうかね。あ、読みましょうかね。まあちょうど30年までいかないですね、25年ぐらい前にね、いた4年ほどいたんですけどね、そこ僕からのことが書いてあって、その後ね、僕はね、会社クビになっちゃったんですよ。33歳の時に、インドに旅行行ってね、ちょっと薬でぐるぐるになって、旅行行く前だ、とにかく薬でぐるぐるになってきてから、不良社員だったんでクビになっちゃったんですよ。社長からね、お前クビだっていうふうに言われてもうでもなんかもうそれは落ち込んでまた薬やっちゃうんだけど、これで、子供が生まれたばっかなのにインドに旅行行ってまた薬やって帰ってきて、もうぐちゃぐちゃになっていくんですけど、その頃ちょうどその上司の人も会社を辞めて新しい会社でなんか編集長やってて、仕事一緒にやらないかっていうことで誘われたんですね。でそういう時にね、34歳、だから今今年54歳とか20年前ですね。で一緒にやってね、で離婚しちゃって子供に会えなくなってぐちゃぐちゃになっていくんだけど、でも意外にぐちゃぐちゃにならずに仕事ができるもんだから、意外に大丈夫だなと思って、だけどなんか面白くないから友達と一緒にね、オーストラリアに旅行行って、なんかオーストラリアはね、真ん中に砂漠というか荒野っていうんですね、まあ、木とかはちょっとちょこちょこなんかサボテンみたいな木とかなんか生えてて、その荒野に車で薬持って、音なんかスピーカーでっかい音鳴らしながら、ダンスミュージック鳴らしながら突入して、なんか頭おかしくなるまで踊ろうツアーみたいなバカなことをね考えて、お金がないんで、その、上司の方にどうもお金をくれと、貸してくれって言ってお金を借りたらしいんですね、数十万円っていうことが書いてあってね、なんかそれに本の中に書いてあるんですね、赤い月を見ながらそのオーストラリアの砂漠で踊ろうっていう。でその人はなんか、自分僕のことがかわいそうになったっていうのと、まあこんな馬鹿げたことをやって人生が変わるのかっていうのを見てみたいっていうことでお金を貸してくれたらしいんですが、ね、でもね、それ3ヶ月ごと旅行行くんだけど、僕ね、そのオーストラリアの、まあ、砂漠荒野の真ん中でね、友達 5,6 人と一緒に突入して、でっかいスピーカーね、車に積み込んで、ガンガン音を鳴らして、もうダンスミュージック鳴らして踊って、踊り狂うんだっつって、まあ、踊りながら薬もやってたらね、オーストラリアのその砂漠の真ん中で死にたくなったんですよ、急に。それまでね、自殺願望なかったのに急に死にたくなってね、もう大変なことになっちゃいましたね。もうこれはすげえ友達に迷惑かけましたね。だって目離すと死に場所探してね、こう突き歩いてね、死のうとするんで、もう旅行どころじゃなくなるっていうか、まあ旅行どころじゃなくなるっていうか、まあわけわかんない旅行ですから。でも大変だったですね。自分ももう本当に死にたいってなってね、もう急に辛くなってね、孤独が、まあその子供に会えないとか離婚した孤独が、東京で仕事してる分には薬もやったり酒も飲んだりしてるんだけど、なんとかなったんだけど、海外のね、そこでドーンと来てからもうダメだ、生きてる意味がないってなってね、死にたくなって、本当に、まあ、半分気狂ってましたからね、まあ、もちろんね。そうだけど、そこそんなになっちゃったんですね。それが20年前ですよ、そのことがちょっと書いてあってね。でそれから、帰ってきて、2、3年はまあもうでももう生活が荒れて、東京で荒れて、その後僕はもう本当に仕事もできなくなって、警察捕まったり精神病院に入れられるようになって、2、3年はねもう大変なことになってくる。その時に多分 1,2 回は会ってるんでしょうね。でそれから沖縄にどうも行ったらしいっていうことですね。
沖縄に来たのは12年前ぐらいですからね、うん、いやそう、それで2年前に訪ねてきてくれたっていうことが、ね、書いてあります。ちょっとね、話長いけどもう一曲聴いてください、これの、上山美沙さん、大きな愛になれ。はい、今日はスペシャルをお送りしております。まあ話がねちょっとあちこち行ってるから聞きづらいかもしれないですが、ちょっとねあの本読んでみましょうね。あの僕はねその28歳の時にあの気持ちいい薬っていうね薬薬物に関する本を出して、これがまあすごい売れちゃってね、まあ、ベストセラーになって、まあ自分は会社ではまああのなんかそれなりにあの認められて仕事は良くなったんだけど、薬をまたやるようになっちゃってね、まあ、生活がめちゃくちゃになっていくんですね。それからもう本当にすぐ離婚って、もう数年のうちに離婚、仕事できない、もう転落していくんですけど、その時にねあの青山正明さんって、まあ、これ業界では有名な人だったんだけど、まあ、鬼畜系ライターっていうんですかね、今はねインターネットとかで鬼畜なあのものがいっぱい溢れてますけど、もうこれの人はもう大学生の時から元祖鬼畜みたいなことをまあこうカミングアウトしてね、この人自体はとてもねあの優しくて、あの表面というかあの人間はですよ、そういう方だったけど、心の中にまあ鬼畜があったんでしょうね。で
一緒に本を作ったんですよ、この人。この人薬物も一緒にやっててね。でその後本作った後にね、この人自殺しちゃったんですね、うん、まあそういうこともありました。だからね、今日自殺の話なんだけど、まあこれつらかったね。一緒にね仕事した人、また一緒に薬やったり、友達ではなかったけど付き合いがあった人がね自殺されするとね、自分のせいじゃないかとかね、あと人からね、あいつと仕事一緒にしたからなったんだとかね、言われてるんじゃないかとか、そういうふうに自分はね、なんかだんだん疑心暗鬼になったり辛くなっていったんですけど、そして自分34歳過ぎてから今度自分が死にたくなったんですね。で、そのさっき、僕の元上司が書いた本のことに自分のことが書いてあるんで読みますね。2年前にちょうど2年前の2月に、沖縄に訪ねてきてくれました。で最近出した本、エイティーズって本の内容ですね。こういう文章があります。青山さんたちと一緒に気持ちいい薬を作った M 君は、 M 君私ですね、宮地ですね、オーストラリア旅行から戻った後、さらに生活が荒れ、奥さんと子供とも別れた。インド放浪の後はしばらくアダルト雑誌のライターをしていたが、その仕事も辞めて沖縄にいるらしいと噂で聞いた。ある日その M 君から電話がかかってきた。小説、これ2005年にね、沖縄に逃げてきてすぐね、立ち直るから金貸してくれって、今事業をね立ち上げて、ある人と一緒に、沖縄にいる人と一緒に仕事立ち上げてるから事業資金貸してくれって頼んだんですね。まあでもこれがインチキな話で、自分も騙されてね、人からお金借りてこの人にどんどん事業資金渡してたら、この人は詐欺師だったっていうね、まあ、オチがあるんですが、まあ、そのことが書いてあって、でまあかわいそうだからって、このまた上司にね金貸してくれったら、また50万貸してくれたんですね。はい。でその後でまた連絡が来なくなって、また僕が電話かけて、したら、こうありますね。長いこと報告できなかったことを詫びると、 M 君はアルコール依存症で入院していたのだと言った。病気の自覚は全くなかったのだが、 NPO 法人で働いていた女性から、あなたアル中だから 病院に行かなきゃダメよ、これアルバイトの同僚がね、男子会の関係の人だったんですね。素晴らしいですね。私自分生かされてるね。アル中だから病院に行かなきゃダメよと言われたのだという。その女性は夫が依存症で、 M 君の様子を見てすぐに気づいたのだという。そしたら入院中に NPO 法人がトラブルに巻き込まれた。不登校の子どもたちを支援する事業を立ち上げた女性は、沖縄の地方紙やテレビでも紹介される著名人だったが、その知名度を利用して、まあ詐欺を働いて逃げちゃうんですよ、うん、で自分は居場所を失ってね、病院から退院したと行くとこがなくなっちゃったんですね。でこうあります。それでこれからどうするのと僕は聞いた。九州に行こうかと考えているんですと M 君は答えた。何でも鹿児島って書いてますけど、これ、まあ、鹿児島近くの場所ですね、の田舎に住み込みを探している寺があって、そこから誘われているんだという。そこで生活を立て直して借りているお金を返しますからと M 君は言った。そんなこといいから落ち着いたらまた連絡してよと伝えて、僕は電話受話器を置いた。それからまた何年か経って、那覇の司法書士事務所から封書が届いた。何だろうと思って開けてみると、 M 君が自己破産を申請したという通知だった。僕も債権者のリストに入っていたらしく、自己破産に同意するかどうかを書面で回答するように求めていた。返済を期待して、お金、まあ、とにかく返済を、ね、もう期待してないから、チャラにしてくれたんですね。債権放棄してくれて。その時に那覇の朝日の当たる家っていうのが住所になったんですね。で朝日の当たる家っていうのは、自分の教会のやってる那覇の施設の名前です。もともとはね、ボブ・ディランとかアニマルズの演奏で有名なアメリカのフォークソングで、ニューオーリンズのスラム、売春宿とも刑務所ともいうで育ち、身を持ち崩した男の歌だ。まあね、朝日の当たる家っていう自立支援施設が教会と一緒になってあるんですけど、自分はそこでね生活して、で途中から、まあ、スタッフになったりいろいろしたんですけど、そういうしてる時期に訪ねてきてくださったんですね。そしたらもうね、ホームレスになってボロボロになって、もう再起不能になってるかなと思ったら、意外に元気にスタッフやってるっていうんで、この、上司の、ね、方は、
今喜んでくださったんですね。だけどもっとびっくりしたのは、なんと僕はその、その施設で改心を経験体験することになる、イエス様と出会ったのだって書いてますね。でその時僕は執事だったので、今伝道師になりましたけど、その時は執事、まあ、執事って信徒総代って、まあ、ここに書いてますけど、今や M 君は教会の信徒総代で牧師の資格を得るために通信教育で勉強していた、まあ、ここはちょっと通信教育じゃなくて夜間の学校行ったんですが、施設での仕事はと運のね、だイエス様に出会ったっていう。薬物とアルコールに依存してから辛いことの多かった M 君の人生だが、彼を救ったのはイエス様でもあり、イエス様が私を救ってくださいました。個人的な出会いをしたんですね。あの本であのイエス・キリストを見たとか読んだとか映画で見たとかそういうことじゃなくて、個人的にイエス・キリストに僕はあの10年前に出会ったんですね。ここの施設ホームレスになるしかなくなって、原告現地を聞こえている中でイエス・キリストの愛を知ったんですね。もう 死ねばいいのにと思ってね、もう10年間、本当に丸10年ですね、あの自殺願望に取りつかれて何度も死のうと思って、オーストラリアのね、なんか砂漠みたいなところでもう死のうと思って死に場所を探して歩いて、それから10年何回もね死のう死のうと思って、もう本当にそう何年か、40歳ぐらいの時かな、沖縄に来る 1,2 年前の時は東京のアパートで数ヶ月ねずっと朝から晩まで死ぬことを考えた時期がありましたね。もう死ぬことしか考えられない時期がありましたね。でどうやって死ぬか、死ぬ方法をね考えるんですね。電車に飛び込んだらどうかとかね、で電車に飛び込むと体がバラバラになるしなんか嫌だなとか、あれってなんか遺族はお金、電車を止めたって言ってものすごいお金を何千万って取られるんじゃないかって言われてるけどとかね、だからあれはダメだとかね、だからビルから飛び降りるのどうかって、ビル見たらここは飛び降りられるなとか、階段から非常階段から上がれるなとか、ちょっと高さが足りないなとかね、ここは屋上に上がれないんじゃないかとかね、あとは海にね飛び込んでとか、でなんか石をリュックサックに石を入れてそれを体に縛りつけて飛び込んで東京湾に飛び込んだらどうかとか、ずっと考えて数ヶ月ね、そういう時もありましたね。うん、なんだけどね、まあそれでなんだかんだ、まあもっとこう暴れたりね、喧嘩したり警察捕まったりめちゃくちゃになったりもして、また旅行行ったりね、はちゃめちゃになってたんですけど、沖縄に来てほいでその施設に入ってイエス様にまあ出会ったわけですよ。でイエス様が、イエスキリストが私を本当に愛して私のために十字架にかかって死んだんだっていうことを、自分はそれを知って、つまり個人的に知った時に、あ、僕のためにこの人死んだのかって信じられない話ですけど、2000年前にですよ。こんなもん理屈的におかしいよね、2000年前に俺のこと知ってるわけないじゃんって思うんだけど、でもこの神様の世界、信仰の世界ではそれを心の中で理解できたんですよ。それの時に心の中に何かが変わったんです。その時から、心の中にね平和、安心感が生まれたんですよ。神様に愛されている安心感ね。もう子供に会えない、もう誰にも愛されてない、もともと子供の時から自分は愛されてなかったんだみたいなことをね、まあこれは勘違いですけど、そういうふうに自分は受け取ってね、能力はどうもそれなりにあったみたいですけどね、まあ、勉強もできたしね、だけどそんなことでは解決できないこの苦しみ、もう死ねばいいのにみたいな苦しみに陥っていくんですけど、それがねイエス様に愛されているっていうことが心で分かった時から、もう
変わったんですよ。あの死にたくなくなったんですよね、急にですよ、うん、不思議なことですね、うん、だからそこから希望が生まれたんですね。愛されているってことを知ってから、あ、本当に自分のことを見ず知らずのイエスという人が、僕にとっては見ず知らずの人が僕のことを愛して、本当に愛してるって、十字架にかかって死ぬぐらい愛してる、で僕のことを心配しているっていうことを知った時から、あの変わったんですね。でさっき言ったようにね、あの一緒に仕事した人、この青山さんはもうものすごい頭良くて、子供の時から神童と呼ばれてね、だけど本当にあのなんか人生を誤ったっていうかね、まあ、あのとても優しい人だったんだけど、でも心に住んでるなんか一種 この鬼っていうようなものを見つめ続けたっていうかね、引き出して鬼畜系って言って自分で言ってね、最終的にすごい能力のあった人だけど、やっぱり自殺したしね。でまたこれ仕事仲間というかね、自分がいた編集部に僕が入る前に行った人でね、同い年でね、この人も能力高い、この人はあのその後完全自殺マニュアルっていう本を出す人がいてね、まあ、あの有名なライターさんですよ。この本は150万部ぐらい売れたんじゃないかな、自殺の仕方を書いた本ですよ、ね、あのまあ、今も東京にいらっしゃいますけど、だ自殺する、うん、で彼はなんで自殺しちゃいけないんだって、自殺するなって言われるって、そういうことに対して腹を立てたわけですね。誰も自殺してはいけないなんて、あの言う権利はないんだっていう怒りから、ね、あのまあ、でも逆にその自殺していいんだって言ったら楽になるっていうことで、自殺の仕方、まあその自殺しないためにその本を作ったっておっしゃるんだけどね、まあそういうなんでしょう。だけども聖書は、あの聖書はっていうか聖書の教えでは自殺してはいけないっていうんだけど、それはでも何て言うかっていうと、自殺してはいけないっていうんじゃなくて、殺してはいけないって書いてあるわけですよね。あのモーセの十戒にね、モーセの十戒に殺してはいけない、で殺してはいけないっていうことは自分で自分を殺してはいけない、自殺してはいけない、自殺って自分を殺すと書くわけですよね。だから自分を殺してはいけないってことですよね。人も殺しちゃいけないし、自分も殺しちゃいけない。じゃあなんでそれがいるかって、これは神様の命令だからですよ。でその神様は私のために死んだんですよ。私を生かすためにイエス・キリストをこの地上に送って、神様は僕の代わりにイエス・キリストを殺して私の命を助けたんですよね。だからその愛、自分、神様が死んでまで、で父なる神様からしたら一人の息子であるイエス・キリストを死なせてまで自分を生かそう、僕を生かそう、もちろん人間一人をね、あの生かそう、人間を生かそう、うん、としてくださった、その愛によって、あ、死ななくていいんだ、そして殺してはいけないっていう命令は決してその罰を伴うようなね、あの人を殺したらひどい目に遭うんだぞって、刑務所行くんだぞとか死刑になるかもしれないぞって、そういうあの禁止じゃなくて、死なないでくださくれっていう愛なんですよね。で、あなたが死ぬんだったら私が死にますって、神様が死んだんですよ、うん、もちろん神様ですからね、蘇って今永遠の命を持たれて、今も生きて永遠の命で生きて働いておられる神様ですから、私は受け入れて心にイエス・キリストがいて私を生かしてくださって、イエスの命で、永遠の命で、神様の命で今私は生きてますから、だから生きる希望があって、でもその愛、その愛を受け取った時にね、自分は本当に、あ、死ななくていいんだって、生きてていいんだ、あの自分の人生に価値があるんだっていうことを、あの心で分かったですね、直感したんですね。今はまあなんとかこう、まあ、説明なんだか説明でないんだか分からないがですよね。今日もね、朝ちょっと死にたい願望があるんだっていうことをね、あの友達からメールもらって、今日ちょっとその話をねしようと思って来たんですけど、自分でね、自分で希望を持つって、あの簡単に言うけど
苦しんでる時にね、本当に死にたいほどに苦しんでる時に希望を自分で生み出すって難しいですよ。で、自分はこの周りにいる人何人もね、で自分は薬物依存症だって何人も死んだり自殺したり、ね、今これいるんですけど、やっぱりみんな希望が なかったんですね。で自分で希望を持てってね、周りから言われたってね、本当に苦しんでる時にね、死ぬほどに苦しんでる時に希望を持つって無理ですよ。だけどイエス・キリストは希望なんですね。イエス・キリストが希望なんですね。イエス・キリストが僕を愛して、今苦しんでる方がいらっしゃるならば、ね、あなたを愛し、そしてあなたを助けたいと思って、あなたのそばにいたい、あなたの心の中に入りたいってイエス・キリストは思ってそばにいるんですね、うん、そして本当に愛して希望を与えたいっていうふうに、それぞれのね、人によって違いますよね、希望をやることがね。でもイエス様を受け入れたら、イエス様が希望となって生きる、これからのね、私には私の、こうやってラジオに出て話をするのもその一つの自分の役割を与えてくださったわけですね。そのことによって自分は生かされてますし、他のやることもありますけれども、だから本当に今ね、自分には何もないって思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、イエス様をね、ぜひ知って、イエス様の愛を今あなたのために十字架にかかって、それほどあなたを愛して、今も本当に愛していらっしゃる、その愛をね、知ってくださいね。イエス様が心に入ると、イエス様が希望を与えてくださって、あなたの人生をね、導いてくださいますね。で、何をやったらいいか、どういうこれから先未来を歩んでいいかって全部ね、イエス様が与えてくださいますから。自分はもうそれをするようになってから、なんかこんな風になんのって考えられない。いや、これ違う、俺の得意な分野じゃないからとか、そういう風に思ってる方向に導かれたりするんだけど、やってみたら、あ、これだったんだみたいなことを今味わい始めてます。はい、どうですかね。どうかイエス様、イエス・キリスト、イエス様はまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、この方のね、素晴らしさ、この方の愛、この方ご自身が愛ですね。この愛をね、ぜひちょっとどうなのかなでもいいですから思い浮かべてください。ぜひね、イエス様が今あなたのそばにいらっしゃいますよ。まあ、もう間もなくもう急に終わりますけれども、どうかこれからの1週間イエス様を知る1週間、本当にイエスの希望を知る1週間となりますようにお祈りいたします。イエス様のお名前でお祈りいたします。それではまた来週、 God bless you。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。なんかちょっといつもはたはたしちゃうんだけど、慌てて申し訳ないですが、ありがとうございました。ディーパさんもありがとうございます。ニャコさんもありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。続いてゴヤ議員が登場します。よ、さよなら、ありがとうございます。もうちょっとまとめきれるといいですか。まとめきれなかったんですか。上手になりたい。あ、お疲れ様でした。上手です。ありがとうございます。ありがとうございます。
お、ヤオさんありがとうございました。また来週。お疲れ様でした。